君の論直接届く妄想のプライムです。さあ続きをやっていきましょう。5月16日、夕闇通り探検隊、今回は、サンゴさんでね、いきます。まあまた新しい、前回そうですよね、新しい噂を手に入れてないので、さあ今日もこの軽快な音楽が鳴っております。走れ、いいね、なんかマラソン風の走り方をするね、この子は。よっせよっせ、あ、いましたね。ねえ平内さん、この間のクルセイダー見ました？なんだろう、ヒーローものかな、あのいつも家でふわーってなってるやつですかね。何やってんの？あ、平内さん今話したじゃん、あって。ねえねえ、この間のクルセイダー見ました？見たよ。主人公のヒロもいいけど、敵の風紀委員がいいですよね。そう？ねえねえ平内さん、平内さんの一押しカップリングってどれですか？どういう意味？だから分かってるくせに。あの生徒会長、絶対ヒロ狙ってますよ。やーん。ていうかさ、稲垣、たまにはあんたアニメ以外の話題ないの？え？他の話題ですか？そうだな、あ、そうそう、向こう橋通りのオフィス街の裏にある絶対迷う道って知ってます？知らない。あの裏って突然住宅街になるんですけど、全然人気がなくて変な感じなんですよ。思ったより長く歩かないと通りから出ないっていうか。あんたが方向音痴なだけじゃないの？本当ですよ。あの辺近所でも有名な迷い通りなんですから。さあ、というわけで、今回新しい噂が、迷い通りの噂を手に入れたと。はい。じゃあ私も今度行って迷ってみるよ。あの私んちその近くなんですよ。ひろちゃん遊びに来てほしいななんて。うん、まあ考えとくわ。家の近く迷い通りめっちゃ嫌じゃないですか。はい。というわけで、飛ばしていきます。はい。というわけで、迷い通りの噂ね、やっていきましょう。なおってさ、方向音痴？別にそういう風に思ったことはないけど、じゃあ迷い通りって知ってる？うん、知らない。向かい橋通りにあるオフィス街の裏手通り。一見何の変哲もない民家の通りらしいんだけど、そこら辺は僕も行ったことない。でね、聞いたところだと、その通りに迷い込んだ旅人は、ぐるぐる同じところを歩き続けて、最後には、のたれ死に。まさか。だからそこを通るときは、絶対に手を離しちゃダメ。手を離したら最後だから。なるほど。じゃあ行ってみようよ。本当に迷うかどうか。私とは繋がないからね。なるほど。というわけで、午後パートに行きましょう。お楽しみの検証タイムです。今回はね、くるみさんで行きます。くるみさん、あ、帽子か。なんかテニスラケットかなんか持ってるように見えますよね。で、オフィス街は、どこになるんだ？ちょっと地図を見よう。はい。というわけでね、どうやらここらしいですね。市役所の前。昼見市役所から始めると。何気にこっちは初めてじゃないですかね。おお、また薄暗いですね、相変わらず。あ、でも市役所っぽさありますね。あ、なんだあの人あれ？林家ペイさん。林家ペイさんいましたよね、今ね。気のせいかな。まあ、多分こっから移動するタイミングで、そのオフィス街っていうのが出てくるのかな。出ないですね。反対側かな。あ、ありましたね。オフィス街通り。ここに行ってみます。この辺り、オフィス街の周り、迷い通りだったら大変じゃないですかね。まあちょっとこっち側をね、ゆるゆる散歩していきますよ。多分きっと何かに近づいたら何か出てくるんでしょう、きっと。あ、こっちの方っぽいな。うわ、この通りやんせの音って怖いですよね。渡ろう、横断歩道。
通り安世ってなんかいろんな都市伝説があって、うわここくるみの知らない道なのね。なんで貧乏神みたいな喋り方するんだこの子は。なんか貼ってある。あ、調べられるわけじゃないと。あ、やばい、結びつけちゃうごめんごめん、そんなつもりなかった、そんなつもりなかったんで、そんな寂しそうな天の顔しないで、ごめんよ。いや待てよ、これ早速もう迷っているってことでいいのか。まあちょっと右にまっすぐ行ってみようか。バイクがかぶせてありますね。あとは、まあでも長い道ではあるかな。ん？お？あ、でも端っこ行った。長かったけど普通になんか行けましたね。あ、あーでもなんか、あれれ？あれてか二人いないんだけど。ここはさっきの場所なのね。そうなのね。なおくん、サンゴちゃん？かくれんぼしてるの？くるみん内緒で意地悪いもん。ねえメロス、くるみたち二人ぼっちなのね。なのねん。まあちょっとこの路地入ってみましょうか、試しに。あ、いけるね。いや、でも同じとこでそう、これ。うん。ちょっと走ってみようか。あ、同じとこに、もしもし？え？なんか今、もしもしって聞こえた。ここ？もしもしって聞こえたらなんだろう。ここ、行くとかかな。絶対に法則性があるはずだ。どのタイミングで、あれ、もしもしとか言われなくなった。さっきもしもしって言ったのは、もちろん、くるみちゃんだったら、あの、くるみちゃんの文字の色になるはずだけど、白だったんで、くるみちゃんじゃない人がもしもしって言ってたのは間違いないのと、誰もいなかったよね。いたのかな？あ、もしもしお嬢さんお困りのようですね。ポストの中に人がいるのか。あ、なんでしたら相談に乗りますよ。親切なポストだ。お願いします。なんか暗くなってきた。え、相談に乗ってよ。ねえねえ。あ、よかった。済んだ。し、ポストはね、あのね、喋っちゃいけないんで左上の家の電気がついた。そうですか。し、し、じゃあちっちゃい声で話そう。では、ひそひそひそ。かわいいな、こいつ。ひそ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 。ひそ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 。くるみちっとも聞こえないもん。では、普通に話しましょう。道に迷ってお困りでしたら、塀の中の坊ちゃんに、尋ねてみたらいかがです？塀の中の坊ちゃん。塀の中の坊ちゃんは木の見える塀の、裏側にいますよ。木の見える塀？木の見える塀ね。あ、ここっぽい。この裏側に？あ、ねえメロス、いいこと思いついたよ。ここに登れば会えるのね、塀の中の坊ちゃん。登ってみよう、登ってみよう。行け。すごいなんか、物理法則無視してる感ありましたけど、無事登れましたね。空き地ですね。今、空き地ってないですよね。ここ変な場所。うわ、出た。もう、驚かしてくるからな。怖いんだよな。あ、社がある。誰かいるよ。誰？あ！あれ？あはは、知ってたもんね。さっきからいたの。椎名くるみだよ。そっちは誰？あら。かわいらしい。かくれんぼしてんの？そんなところに隠れたって。くるみすぐに見つけちゃうもん。
木の裏に行く知らんぷり。いや行こう、木の裏行こう。びっくりはさせないでくれ、頼むから。あんな可愛いひょこって出といて、ん？ここかな。あ、ハト。おい、ポッポー。くるみ、また来るね。え？ポッポーだって、うふ、変な子。メロス、二人で帰ろうね。帰れんの？今、メロス放置して帰ろうとしてたけど。お？え？何？何？今までこんなんなかったけど。動けないし。どうした？俺のコントローラーの問題なのか？終わった。何だったんだよ。さあ、ということで5月17日翌日になりました。まあ日曜日なんで、学校パートは多分確かないんですよね。で、まあここももう一回くるみちゃんで行こう。くるみちゃんこれ、なんで病院っぽいとこにいんのかがちょっと本当怖いんだよな、ちょっと。これはこれでなんかありそうで。やっぱ幽霊が見えるのはくるみちゃんというね。更新できたり。竹彦先生、どうした急に。やっぱ病院？この間はどうした？ああ、いや、なんでもない。お察しの通りさ。ちょっとマサヨとやり合ってな。真夜中で気が高ぶってたんだ。心配かけたな。どっちも誰？お父さんか、左、右は。だったらいいんだが、まあ俺の言えることはただ一つだ。理解してやれよ、くるみちゃんのこと。子供にとっては親が全てだ。まあいいさ、最近こんな話ばかりで疲れるな。なんだこの二人はなんか、あれかな、元同級生とかかな。今度時間ができたら飲もう、な。やっぱくるみちゃん病気っぽいね。この感じだと。はい。というわけで引き続き、マヨ料理の朝やっていきます。で、これもくるみちゃんで。で、また、ね、迷い通りに行きましょう。来たよー。なんか明るい今日は。天気がいいね。お、ポストくん。ポストくん一回話しかけてみようか。こんにちは。お、夕焼けになった。あ、違うのに。まあいいか、別に結んでても問題ないよね、きっとね。でもう一回、塀の中に行くのかしらね。お、やっぱ行ける。ナオト3号は昨日どう思ったんだ、昨日のこと。今日は3人で行く感じですね。おーい、くるみ来たよ。シーナ、何これ。塀に囲まれたただの空き地じゃん。小さな神社があるね。でも入り口がないや。あれ、今日はいないのね。また来るね。え？何だったんだよ、もう。え？これで終わりなわけないもんね。ちょ、ポストさん。ポスト、ポストさん。まあ、一旦メロスを連れて行こう。一回マップを移動することで変わることもあるので、ちょっと一旦この奥側に行ってみましょうか。空き地を囲んで道がぐるり。結論迷わないってこと。これで証明されたよね。でもさ、あの場所何だったんだろう。ただの空き地でしょ？民家の塀に囲まれたただの空き地。でもあの小さい神社は誰も行けないよね。まあそうだね。いいのかな、そういうのって。いいのかなって？
その感覚、私ちっともわかんないけど。なおくん。くるみはね、あのね、約束したよ。また来るねって。誰と約束したの？塀の中の坊ちゃん。ポッポー、神様だってくるみと同じ。かくれんぼ大好き。ポッポーってね、はにかみ屋さんなのよ。マジで不思議ちゃんだな、これだけ聞くと。あ、これで解決なんだ。迷い通りの差を解決した。なるほど。誰だったんですかね。あの人誰だったんですかね。はい、というわけで無事クリアすることができました。もう早くも、あ、4つもクリアしたんだ。あっという間でしたね。はい、このマークは何なんだろうね。なんかね、地図見てもね、このトライフォースっぽいマークいくつかあったりとか、普通に地図記号なのかな。はい、というわけで無事、迷い通りの噂クリアすることができました。なんでまた次ね、違う噂をやっていきたいと思うので、引き続き楽しみにしてください。でもこれあれだよな、多分噂がね、確か40個だか50個だか確かあるんですよ。なんで、まだまだですね。はい、まだまだ楽しめるということで、お楽しみいただけたらと思います。というわけで、プライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。箱庭じゃー。